お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はね、このロイフデッキ使っていこうかなと思います。で、スケドラ入りのこの小物小物というわけで、まあ、最新型のね、ロイフかなと思います。というわけで、まあ、やっていくんですけど、このヤリゴブコウモリがごくまりにこのロイフデッキに入ってくるんですけど、基本的にはなんかスケルトンがね、やっぱこうよく入ってくるんですけども、このニコスがね、前いつかも言ったことあるんですけど、やっぱめちゃくちゃ優秀なんですよね。てかまあこれは低コストのユニットほど、まあ、なんかねこうめちゃくちゃ優秀な感じがしてるんですけど、まあ使い方次第では、なのでこのヤリゴブリンかな、特にコウモリもですけど、ヤリゴブがね鬼活躍するんですよ。なのでそこのちょっとね使い方みたいなのね、ぜひねこう見てもらえればね、非常に嬉しいかなと、まあ、思います。というわけなんですけども、まあこのデッキは結構あれですね、本当に。ね、ヤリゴブコウモリ、とりあえず後ろからセパして、端前でロイフ飛ばすみたいな、本当にそんなシンプルなことをするだけで勝てますね。で、これなんか相手がたまたまなんかスケル打ってくれたんで、ロイフ飛ばしたら今めっちゃ刺さってるみたいな感じだと思ったけど、そんなに刺さらない。なんで？まあまあまあ。で、今回相手スケラなんですけども、流行りのね。流行り？いや、ゴブ？なんで？え？いや、ババコヤの、なんかスケラすごい流行ってるんですけど、ゴブ小屋なんか久しぶりに見ましたね。で、ヤリゴブリンってスケラの防衛に優秀なんですよね。3体がスケルトンこう、ね、ずっと攻撃してくれるんで、すごいね、スケラ奥に優秀なんで、もうヤリゴブリン出した瞬間に、まあ、ロイフ飛ばして、で、相手がポイズン打ってきたらロイフ止まんないし、打たないとヤリゴブリンがね、まあ、結構防衛してくれるよ、的な感じでやっていければいいかなと思います。で、小屋が加砲されて、最近でもまだ使われてるんですけど、こんな感じで5打って、ちょっと壊しちゃおうかな。で、あれ、上をもう、デリバリーとなんかで一瞬で止めちゃって、これ、ヒースピー回復してえな。回復して。ああ、ナイス。いい子、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 いい子。いや、それはナイス。で、箱か。強えな。そう、まあ、箱強いんですよね、結局。まあ、ですけど、今、箱使ったので、これ、もうパーティータイムですね。で、まあ、多分、ゴブゴヤと、なんかで頑張ってくるんですけども、ファイブまで打っちゃいてえな。さあ、ババア。で、ヒースピ添えて、いらねえ、いらねえけど、いいや。いらねえけど頑張ってもらい。これ、まるですね。箱はスケラ防衛でも優秀なんですけど、ユニットの防衛でも優秀で、もうこれですね。箱と、もうヤリゴブリン出して、もしこれでスケラ来てても、本当にこの防衛するだけで勝てますね。だからユニットを溶かすのをできるだけ早くすると、スケラ防衛結構ね、楽になりますね。なんかスケラの防衛をしようとして、なんかユニットめっちゃ溶けなくて、みたいな。頑張ってってなるんですけど、結局ユニットを早く溶かしてしまえばタワーがね殴ってくれるんで、そこは結構大事かなと思いますね。という感じで、さあ後ろから流しつつ、これだってもうこれでいくだけですね。でエリコブリン出してるんで、相手これポイズン打ってもいいんですけど、打ったら打ったでロイフ止まんないし、僕はあれなんですよ。待って、なんか言おうとした。僕はユニットをね、今こう、ヤリゴブリンとコウモリでスケラ守りつつ、とか、まあ、ヤリゴブでスケラ守りつつ、デリバリーで速攻相手の盾をね、溶かしてるんで、ここまで、てか最後もね、ちょっとしかダメージ受けてなかったと思うんですけど、まあ、そんな感じで、今日はよう喋るな、早い、なんか喋るの早いなって感じなんですけども、もう朝で眠いとなんかね、こうなっちゃいますね。やべえ、待って。こんなことしたらよくないですよ。今の、これはよくないプレイですね。まあ、ケツコウモリからの、端前ロイフがいいと思うんですけど、今みたいな端前ロイフコウモリは、やんちゃですね。よくないですね。てか、また小屋ですね。いや、小屋増えてますね。本当に、ここ最近。またね、クエイク環境組んじゃねえ、的な部分がありますけど、ちょっと弱すぎますね、クエイクも。さあ、で、まあ、このデッキ、ほんと、つまみがセパできる、楽っていう部分なので、基本的にこうセパして、まあ、これ、ババコがないんで行っちゃっていいですよね。ババコがないんで行っちゃって、うわ、なんかすげえ攻めてきますね。ここはさすがにデリバリーとフルで防衛しないとちょっとやばいですね。え、これ、相手捨てたのこれ。待って。コウモリ？いや、捨ててはない。だが、しかし、めちゃくちゃダメアド、おいしゅうございますしゅうって感じですね。で、今、ロイグ飛ばすと、ババコヤが7コスでギリ間に合うか、7コス足りなくて終わるか、ですね。7コス足りなかったようですね。で、
これはまあ箱落としちゃっていいですね。てかスケドラはまあそんなダメージは受けないが、一応ね一本取られた時用に、はい、押さえていきます。まあ箱強いですね。結局本当に低めからやりこぶコウモリ出しつつユニットに箱落としてその瞬間ロイフグ繰り返してるだけですけど、いやここで箱を落とせないのはだるいですけど、ナイトだったらどうしようかな。まあ一旦置いちゃうか。置いてでスケドラで守りつつ上ね、上コウモリで処理します。そしてヒースピを置くことによって、まあなんかねこう矢の雨とか雪玉とかポイズン垂れても活躍してくれて、まあどうせまあ今残っても箱でバチコーンいかれちゃうんですけどね、残念ながら。はい、という感じで、まあこれはもう守れば勝ちなんで守ろうかなと思いますね。でマスケットが邪魔ですね。非常に相手のマスケットが邪魔なので速攻5打ちます。速攻5打ってワンチャンこのなんかええ感じに、おーうわすげえいきました。ですがこれ上を溶かすのが大事。もう上を溶かします。上を溶かして下はこのポイズンヤリゴブリンで、もうヤリゴブだけでしか守ってないんですよ。まあヒースピもあったか、嘘ついた、いや嘘ついてないですけど、本当に今みたいな感じ、上を縦を速攻溶かして、まあ、あとはヤリゴブリンだけでいいんですよね。ヤリゴブリン、でもスケラ用カードはヤリゴブリンだと皆さん思っておいてください。まあね、一応スケドラもねあるんで優秀かな。で、はい、ゴチですって感じで、へいへいへい、いやいい感じですね。このスケラっていうか、なんかババコやスケラが基本的に流行ってて、まあそれに対して結構こう圧倒的に勝てるイメージがありますね。ロイフグって言ったらババコがきついんですけどなんかやっぱ回転が早いのと、相手が結構デリバリーなんで、こうコウモリだったりヤリゴブだったり、まあどっちかが生きるよねっていう、まあスケドラも微妙に残るよねっていう部分で、このね最新型ロイフがね暴れてます。はい、あマッチングしない、マジでやばい。こマッチング中に寝ちゃいそうなんですけど、本当にあの明日一応出社もあって早く起きないといけないんで、もう僕は本当に動画撮って、だからもうさっきまで撮らなかった僕が悪いんですけど、ずっとクラロワしてましたね。なんでもう撮って編集して、サムネはまあ明日の電車で作ればいいとして、そうですね。あーマッチングした。オートロだけ7044よろしく。さあ、んでここオートロもらって展開行って、気分よくね、行きたいですね。さあロケット星キング起動したいですね。キング起動したいので、ちょっとコストを失ってでも待ってタイミングを完璧にしてやりこぶりに1対1、待って最悪ロケホ、いや待って同じか、いやロケホ俺入ってねえわ。だから待って、危ない危ない。スケドラなんだ、ロイホガが、ロイホガだロイホガだロイホガロイホガだ、これロイホガっすねこれ。さあロケホちょっとずりーな。まあですが言うてゴボリもあるし、おーいやそうだな、出たこのロイホグ、あーちょっと厄介だなそのヒースピ。さですが、まあ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 言うてね、いやキング起動してこれ相手ロイフなんで、マジでキング起動したらめっちゃ美味しく勝てますね。これ当たんなかったらやべえな、やべ当たんねえのやべえ、これ全回避されますね。で箱かウッドか気になるところではあるけど、まあそんぐらいですね。普通にババ型の前僕が一回動画に出したロイフですね。でクエイクだったっていうのもちょっと厄介ですね。でゴボリはロイフに使いたいんですけど、サイクルがちょい狂い申し上げてますね。で多分これクエイクで真ん中ロキホーかな。うん、さあオーケーいいファイボー。あゴブリンなんで、まあまあまあ、うん、1体いっちゃったね。いやむずいぞ、むずいが1回飛ばして、多分箱だと思うんですけどね。ヒースピーからの回復、あさあ勝ちますよ。でもこっから勝ちますよ。からのぶつけて OK。 あーでもこれクエイクで全部いかれんのか。いやこれワンチャンババ間に合うな、ババ間に合うな。
箱だけは、いやでもいいよ、ダメージ追いついてきた。で、やべ、僕があれなんですね、ファイブボーイして今いいんだよ、気づいた。ファイブボーイして、やべ、これ、いやでも相手そんなクイックもね、結構やってると思うんですね。ヒースピー、あ、これ飛ぶよ、飛ぶよ、お前は飛ぶ、ナイス、いけるよ、いけるよ。もうファイブボーイしちゃえば、無限ファイブボーイですね。あの、相手ファイブもないから、僕無限ファイブボーイしとけば、相手のロイフが入らなくて僕の勝ちみたいな。さあ、なのでもうこっちですね、こっちでファイブボーイして、相手のロイフがダメージ入らないでしょ、でも俺のロイフが無限にダメージ入る、これグッドゲームですね。本当に気づいちゃった、これミラー対決だったら、まあ、ミラーでもないんですけど、僕の攻撃がだってね、全部微妙に入って、相手の攻撃だけ毎回ね、そんな入らないっていう地獄の戦いですね。あ、だがしかしちょっと負けそうになるのが俺。さあさあさあ、あーのロケはちょっと厄介ですね。あー、いや、めっちゃ残るじゃんお前、めっちゃ残るじゃん、早くどっか行け、早くどっか行け、オーケーイからの、うん、やべやべ、待って、焦んな、回復しろ、ナイス、続いて、ナイスー、よし。まあこれはね、前半恐れましたけど気づいちゃいましたね。攻めでなんか相手のロケ砲とかババとか、骨ドラにやっぱファイブを打ちたくなるんですよ、打ちたくなるんですけど、打ってると、結局どっかが生きてきて、結局ね、どっかが生きて、何度も同じこと言って、まあ、どっか生きてきてしんどくなるんで、打たない、もうどれも打たずに、まあ、別に受けからはいけるんで、もう永遠ね、無限に相手の防ロイフにだけファイブ打って、あとはもうこっちがね、確実に微妙にちょこちょこロイフが入るっていうので勝てるっていう、まあせこいですけど、まあ引きこもるってこともやっぱ大事ですからね。さあ、というわけで、本当にね、最近すごい大人気ぶっ壊れカードで有名、ヒースピちゃんです。愛用しています、僕も。さあ、ロイフグ、これができるのがでかいですね。ケツからヤリゴブリンだったり、コウモリだったり出して、もう端前ロイフグっぽいでいけます。さあ、ごぼうり出しつつ、いや、これヒースピで回復したいな、俺の骨ドラ。いや、待って、回復、エイムが、ガバコちゃん。あ、待って。なんか右側めっちゃダメージ入ってるな。ラッキー。で、相手は？相手のデッキ、メガナイトとヒースピ。待って、メガナイトにヒースピ入ってる。なんで？メガナイトにヒースピ入ってるデッキ俺知らないんですけど。はい。これだってもうデリバリー強いんだよな。デリバリーだけでいけそう。なんなら。ラムライダーは無理ですけど、フルだったら。若干なんかダメージ受けてましたね。で、また同じですね。ケツコウモリからの端前ログしたいんですけど、ランバがいるんで、一回ここはね、落ち着いていこうかなと思います。さあ、で、痛えよ。まあ。気持ちヒースピでいじめてあげて、ハンターか。ハンティングベイビーね。さあ、からの、なんか相手のデッキはよくわかんないけど、なんか弱そう。デッキがね。これも5打って、さあ、そう、スケドラセパーされた時に、真ん中に打てばね、この辺に打てば、両方とも処理できます。で、これ、ヒースピが来そう。いや、来んのかよ、お前。今の来るべきタイミングでしょ。いや、これ間に合わねえかな。やべえ！ちょっと待って。おじさん、マジで。それは違うって。まあでも勝つんですけどね、このぐらいのダメージだったら。だって、ロケットじゃなかったら、君削れないでしょ、この HP。もう俺も削れないんだけどね、君の差は。やばいよ。まあですが、こっからね、こっから行きます。左と右、ええ感じに振ります。さあ、コウモリが大暴れフィーバータイム。オッケー、ボーポイズした。ポイズンで、僕としては、箱かゴボリのどっちかを取っとかないと、相手のラムライダーが止まんないので、これスケドラとこの逆に小物1枚つけるのがね、めちゃくちゃでかいですね。さあ、若干攻めすぎてまたピンチになるのが俺。コウモリだけで回収して、おお、すげえ攻めてくるな。
あ、待って、いやいいや、これポイズン来たらやべえ。いや来るんだよな。いや耐えろ耐えろ耐えろ。泣いた。ちょっと待って、そんなことある？今のは良くなくない？マジ？ちょっと待って、同じな、全部同じ実機だ。ちょっと待って、やべえ、今の負けるのはちょっと気に食わないんで、もう一回いきます。てか点火落ちてますね。うわー、ミスったかな。最後一回早まったのかな。なんでだ。なんかメガナイトがゴボリに飛んできたのが良くなかったですね。ラムライ、あのメガナイト受けなくてよかった。多分左のタワー結構余裕があったんで、普通にゴボリ右の辺にして、あのラム止めとけばよかったな。いやー、結構悩ますね。マジ、悩ますね。本当に。メガゴか、一回丁寧に行きましょう。相手今回展開行ってるんで、相手展開から引き落としてね、引きずり落として、気分よく寝たいなと思います。いやちょっと発言がね、性格悪いんですよね、本当に申し訳ない。やべえ、これピンピオバルーンだ。海外のあのポンピオっていう人がね愛用してるバルーンデッキですね。ファイブザッパーですね。ファイブザッパー、まあですが、まあ変に攻めなければ大丈夫だと思うんですけど、相手が結構防衛から来てるのがね、戦いにくいですね、非常に。まあ、ごぼりない時に労力飛ばしたいんですけど、いや、相手もなんかもう、あれですね、待って、カウンターでバルーンディガーでファイブザップしようみたいな。いやいや、俺が今そういうこと言ってんのに、ガン無視やん。さあ。あ、待って、俺のやりこぶ？お前。焦る。え、やりこびってナイス？これさすがにそんな瞬速ザップ、お前打てるんかい。あ、でも待って、ザップ使ったよ。いや、ディガーか？隠しろ。ジジ。あー。負けそうな未来見えてきてんな。なんでだ？やりこぶんりんが、ちょっと早かったか。ちょっと早かったな。あーって、なえる。なんで？おい、自らバトルするたびどんどんなえる人間になってんだけど。頭悪くなる。ちょっと待って。やべえ、スケドララして、まあ、全部のユニット僕ファイブザップで飛んじゃうっていうのがまあ辛いんですけど、ワンチャンルート強制とかされんのかな。大体はディガーもあるんで、それをねちょっとどうにかねうまいことやっていかないといけないですね。多分ディガー飛ばしてきそうなんですね。うーん、当たんない。しかもやべ、汗、これいっちゃおうかな。いっちゃって、ここに相手に行った全部にファイブ当てる。オッケーオッケー、いいよ。あのインドメガゴはねすごい邪魔なんですよ。インドメガゴね。あ、オッケー、いやいいね。相手ファイブ使ったね、今。君ファイブ使ったね。さあからの、あ、オッケーオッケー、やりこぶりもセパして、もう一個同じですね。でヒースピーで、あ、もう真ん中ファイブして、ゴボリに当たれ。うん、違うんだよな。まあ。いや、ほう、なんか謎にダメージ入る。大体絶対も左側徹底狙いだと思うんで。え？待って、ちょ、おい、ゴボリ。あ、待って、もうミス。あー、今、ガボリでした。あー。マジっすか？ちょっともう、うわ。ダメだ。もう、俺は終わる。もう、メンヘラになりそう。というわけで、やばい。待って、おい、こんな動画初めて出すかも。最後2連敗した。え、ちょっと待って。いや、最後本当にミスった。ゴボリとね、ロイグ出しミスったの。というわけで、ちょっと負けちゃったんですけど、本当に、このデッキマジおすすめなんで、多分僕が本当に、今眠くなければ、多分、本当に30連勝ぐらいできるんでね、皆さんもね、50連勝してください。では、お疲れちゃんでした。またね。